こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはホワイトモモハムです。ホワイトモモハムです。グラムは180グラムかな。主食は、わかめうどん。主食はわかめうどん。おかずはキャベツともやしの炒め物です。これに多分卵を焼きスクランブルエッグを食べます。肝心の体重ですね。昨日落花生食べたし増えてるでしょう。67キロ台いってるんちゃうかな。あ、増えたけど67まではいってないのか。56.7、 そうか、57や。 56.7、 体重 56.7、体脂肪率 14.1、 基礎代謝 1314、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 46.1、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 56.7、 300g 増量ですね。飴もたっぷり食べたしゃあないですね。体脂肪率 14.1、 内臓脂肪レベル5。昨日今日と飴食べてるんですよね。口寂しくて。まあしゃあないですね。ホワイトモモハムですね。ホワイトモモハム、ハムの積み合わせいただいたので、今日はこれがサムネイルです。で、主食はわかめうどん。主食はわかめうどん。キャベツともやしの炒め物がおかず で、スクランブルエッグも食べると思います。もしかしたら落花生も食べます。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。